いつもご視聴ありがとうございます。9月12日、臨港パークに来ています。昨日は、サバ以外の魚を釣ろうと、餌をいろいろと工夫しましたが、結局、釣れるのはサバばかり。諦めて、今日はサバを釣りまくります。先週は36匹でしたので、3時間で40匹以上を狙います。今回はサバはすべてリリースします。冷凍庫が空になったらまた釣ってあげましょう。今日使う竿は 4.5 メートルです。リールはブレーキ付きのリールです。この竿とリールはボーリングの達人佐々木さんから昨日いただいたものです。佐々木さんは釣りも達人だったようです。ブレーキ付きのリールは大物釣りに役立つそうです。最初の1匹目は固定カメラを回す前の試し釣りです。サイズは25センチです。3時30分より本格的に釣りスタートです。何匹釣れるか早送りしながら見ていきましょう。今日は左右の固定カメラ2台とヘッドカメラを交互に使って撮影しています。ヘッドカメラの撮影漏れがあるかもしれません。この白です。25センチでした。これもこの白です。27センチあります。ハーフタイムです。また、ここから右手のカメラです。前半で15匹は、
ペースが遅いです。後半に期待しましょう。何匹か同時にかかったようです。25センチサバのダブルはまずいです。後ろで笑っているのはいつも YouTube を見てくれているりょうさんです。今日も先週に引き続き釣りに来ていたようです。いいタイミングで来てくれました。針外しを手伝ってもらいました。一匹泳がせ釣りにお持ち帰りです。おかげでサビキ仕掛けは無事でした。今度はダブルのようです。20センチ以上のサバでトリプルとダブルは初めてです。みんなで食えば怖くないなんて思っているのでしょうか。今日はリリースしてもらえると知っているのでしょうか。ここからは10倍速でいきます。この時間帯は入れ食い状態です。
40匹釣ったはずなのですが、映像は36匹で、先週とタイ記録になってしまいました。残念です。そろそろ、サバからアジに変わってほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また来週お会いしましょう。